マヤレイ・サーマン・ホークは、アメリカ合衆国出身の女優、モデル。1998年7月8日、ニューヨーク市で生まれた。アメリカの俳優ユマ・サーマンとイーサン・ホークの子供の、うちの一人で長女。彼女の両親は、1997年の映画、ガタカで共演し、1998年5月に結婚したが、2005年に離婚した。 マヤの弟は2002年に生まれた。彼女には父とその2番目の妻ライアン・ショーヒューズとの間に生まれた2人の姉妹もいる。一方で母親と投資家、アルポット・ブッソンとの間に生まれた妹もいる。父親側から見ると、マヤは劇作家テネシー・ウィリアムズの遠い孫にあたる。母親の側からすると彼女は仏教学者。 ロバート・エイフ・サーマンとモデルネーナ・バン・シュレブラガの孫娘にあたる。シュレブラガは以前ティモシー・リアリー博士と結婚していた。彼女の母ビルギット・ホルムクイストは現在スウェーデンのスマイク区にある芸術家アクセルエベによる銅像派ミンタゴットのためにポーズをとり、そのモデルにもなっている。マヤはディスレクシアを抱えている。そのため、ニューヨークのブルックリンにある私立学校セイントアン。 S スクールに入学するまでは初等教育において頻繁に転校を繰り返した。ちなみに、セイントアン、S スクールは芸術的な創造性を重視し成績をつけていない。結果としてその芸術環境が彼女を演技へと導いた。また、マヤはロンドンの王立演劇芸術アカデミーとニューヨークの有名なステラードラーコンサバトリーで夏季研修に参加した。 彼女は芸能学校ジュリアード音楽院に通っていたが若草物語に出演するために1年間で中退せざるを得なかった。母親や祖母と同じようにマヤは防具のモデルからそのキャリアをスタートさせた。またイギリスのファッションコウリテオールセインツの2016-2017コレクションの顔にも選ばれている。2017年には ソフィア・コッポラが監督するカルバン・クラインの下着の CM キャンペーンに出演した。ソフィア・コッポラはマヤをユニバーサル・スタジオが企画する実写版人魚姫の主役に選んだ。しかし、プロデューサーたちはより有名なクロエ・グレース・モレッツを押した。この対立や他の対立もあって、最終的にコッポラはこのプロジェクトから離脱した。しかし、結局クロエも 同様に離脱することになった。2017年、マヤは BBC のミニテレビシリーズ若草物語にジョー・マーチ役でスクリーンデビューした。彼女はネットフリックスのストレンジャー・シングス・ミチの世界第3シーズンにロビン役で出演した。ロビンはホーキンスの秘密の一つに出会うまで自らの仕事に飽きている、どこか変わった女の子と言われている。また、マヤは クエンティン・タランティーノ監督によるワンス・アポ p ア・タイム・イン・ハリウッドにも出演。2018年10月、ホークがジア・コッポラの2作目の映画メインストリームに出演することが発表された。2021年7月に公開されたネットフリックスのホラー映画フィア・ストリートパート1 1994にヘザー役で出演している。2019年、ノラ・ジョーンズ ドントノーホワイの作者としても著名なジェシー・ハリスのプロデュースによりシングルツーラブ、エ A ボーイで歌手デビュー11月に来日公演を行うでも私にとって音楽はアートプロジェクトみたいな感じでシンガーソングライターとして堂々とデビューしようというものではないの音楽と詩が好きで曲作りはその二つを実現する素晴らしい方法だと思ったからやってみてる 私にとっては実験的なことかなと語る。2020年デビューアルバムブラッシュ発売。ありがとうございます。